妙行寺は愛知県名古屋市中村区御誕生町にある日蓮州の寺院。三号は広山、重視方園。天正十四年、後の中区屋親町地内にて改装。会期は荷名川左財門。会さんは新海隠避優商人である。文化八年九月十六日に累化により消失したが十二世妙海隠比進む商人によって再建される。 1890年正月に元明寺末であったのを、改めて、妙満寺の寺化末となる。本尊は、木造北家兄弟目宝刀で、道具は、本堂、栗、門などを完備していたが1945年3月18日、大空襲にて道具を全焼、後米軍により土地を接収される。その後、中村区長、 おさまにて再建を志すが、1959年9月26日夜半の伊勢湾台風により、完成寸前の道具を全開する。1960年3月、規模を縮小し、名古屋市中村区御誕生町に、木造2階建て道具を新築し、2階を本堂、開花をくりとした。1980年3月に、鉄骨平屋建て本堂を寄港し、 同年8月に完成して、現在に至る。日蓮州は1941年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。愛知県名古屋市中村区五誕生町三丁目中名古屋市営地下鉄東山線、岩塚駅から徒歩で約3分。住宅街にあるが、駐車場もあるため自動車でも行くことが可能。 江戸時代に名古屋城のお広間に置いて年頭のおまみをしており、その際に着用したいの御門の入った裟が現存する。ありがとうございます。